ごめん、長い時間把握してしまって。もう遅いし、帰らないといけないよね。りんちゃん？ねえ、りんちゃん。りんちゃん。え？呼んだ？うん、もう遅いから帰らないと。あ、そうだね。帰ろっか。うん、でも大丈夫？何回か呼んでたのに、ぼーっとしてたみたいだけど。あ、大丈夫。あなたと過ごした日々を思い出してたら、私、幸せだなって、感動して、ぼーっとしちゃってたのかも。ごめんね、またして。じゃあ、一緒に帰ろっか。あ、ごめん、先に帰っててくれる？え？なんで？一緒に帰らないの？ちょっと、フリーハグして帰るから。フリーハグ？うん、フリーハグだよ。後ろ並んでるの見て。何？この人ら何？なんか列をなしてるけど。私が彼にハグされてる間になんか列をなしてるけど。一体全体何があった？え、この列何？僕とフリーハグしたい人の列だよ。彼らとフリーハグしてから帰るね。え、フリーハグしてたの？うん、フリーハグしてた。え、いつから？いつからフリーハグしてた？知らんかったんけど、彼がフリーハグしてたの。え、私は？私はフリーハグとしてフリーハグされた？恋人たちの熱い抱擁やと思っててんけど、私もフリーハグのうちの一人？ちょっと、ハグ終わったなら早く変わってもらえません？マナー違反ですよ。なんか文句言われた。知らん一列目のおっさんに文句言われた。知らん一列目のおっさんにマナー違反言われた。おかしい。ちゃんちゃらおかしい。だって私たち恋人同士のはずだもん。知らん一列目のおっさんに文句言われる筋合いない。知らん一列目のおっさん、あなたに文句言われたくありません。私たちは恋人なんですもの。嘘つけ。フリーハグにガチ恋女め。フリーハグにガチ恋女。そんなやついねえわ。そんな言葉ねえわ。腹立つ一列目のおっさんね。腹立つ一列目のおっさん。私フリーハグガチ恋女じゃないから。彼はフリーハグなんてしてないから。私の彼氏だから。恋人ずらすんな。彼は君だけのフリーハグじゃないんだよ。みんなのフリーハグなの。変な女め。おっさんに言われたくないし、男とフリーハグするために列なす変なおっさんめ。いいからそこを変われ。嫌だね、クソおっさん。まあまあ、二人とも喧嘩やめてよ。そうね、こんな変な人たち無視して早く帰ろっか。もともとフリーハグなんてしてないでしょ。ごめん、フリーハグはしてるんだ。こいつなんなん？なんで彼女が怒ってるのにまだフリーハグしてるって言うん？私とフリーハグどっちが大事なの？選べない。嘘。嘘。絶対君だよって言うと思ってましたけど、まさかの選べない。リンちゃんももちろん可愛いんだけど、僕とハグするために並んでくれてるこの5人の男たちも同じくらい可愛いんだ。確かに可愛い。この5人の男たち確かに可愛い。男とハグするために並んでるんやもん。そりゃ可愛くも見えてくるって。でも同時にキモくもある。確かに可愛いけどキモいって。人の趣味や楽しみをキモいって言うのは違うよ。確かに。ごめんなさい、私間違ってた。じゃあ私そこで見てるから、この5人の男たちとハグしたら一緒に帰ろ。あ、今喋ってる間に5人の男たちじゃなくて16人の男たちになってた。リリーヌにね、僕本当にチャネが好きだよ。リリーヌに、君はチャネ、私もチャネ登録好きよ。